そうか、そんな感じか、うん、変なことしか思い浮かばへんわ。おいおいバカじゃないの、お前。どんだけかな。あ、僕か、お前。俺との違いはどんなもんなの。俺ダンクってなんだ。お前でいいから、ダンクやりたい。しょうもないな。できないんじゃないですか。できないの。ボール持ってるでしょ、だって届くけど、リングはキックかな、今ダンクはできんねえのかな。いや、今度なんかあったらちょっとダンクやってみて、やりますよ。この際だから、いつも聞いてんだよ。そうなんですよ、いつもこの際なんですよ。いつも聞いてんだよな。ちょっとくなってきたから、早くして。俺それか迷ったんですけど。それか迷った、俺もそれもそれしよかったな。じゃあ両方やればいいじゃん。あ、そうですね、うん、よし、じゃあまずじゃあ引退後、まあ静岡で何かやりたいですね。できれば何やるにしても静岡は出たくないので、いろいろ人も知ってるし、居酒屋もやってみたいし、オーナーとしてね、なんか勉強して会計士になりたいなとも思ったことあるし、一時勉強してたんですけど、ちょっとなんかやっぱり難しすぎるなと思って、まだあんまり考えてないですけど、引退後はね。君は？俺はとりあえずコーチや、コーチかな。いや、居酒屋居酒屋のオーナー。お前じゃあ俺オーナー。お前オーナー。お前オーナーか。俺じゃあお前接客やれよ。店長俺。もう店長やれよ、お前。店長でいいよ、うん、俺オーナーするから。おっしゃ。まああれだよね、店の全体を仕切るだろ、店長だけ。俺一緒に飲んでるから、お客さんと。オーナーだけに。どっかの営業でしちゃな。おい。結婚の予定は？結婚の予定。いやー、せやろな、したいと思いますけどね。前は30超えてからでいいかなって思ってたけど、最近はまあ、いっちゃいいかな、思ったり思わなかったり。そうなんだ。じゃあ、決め手はまだ分かんないけど、まあまあまあ、どっかで、そうですね、発表があるかもしれないと。何かもしれないと。いや、分かんないですよ、それは。まあ、そうだね。急に来るかもしれないですよ。はい。まあ、ちょっとあんまり聞かないとこは、それは。江戸原さんは？僕は特にないですね、今のところは。結婚したいことも、うん、特にないし、はい、まあ、30手前までに結婚するのが目標で、ちょっと頑張っていこうかなって思います。以上。